皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はじゃん、こちら私のお仕事道具メイクキャリーの中身をお見せしながら、この中で特に現場に欠かせないなっていうようなアイテムを10個厳選して、さらに皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。私の大きさと比べてもすごい大きいんですけれども、30キロ25はあると思うんですよね。でこんな感じ、こっち側には、タオルとかね入ってまして、あとカップ付きのキャミソールとかを持ち歩いたりしています。でこれは、まあ、スタイリストさんのお仕事なんだけど、まあ、たまにね、メイク室でなんか下着が透けちゃうとか、インナーがここが空きすぎてて出ちゃうみたいなことがあったりするときにさっと出せると貸したりできるし、まあ、今の時期貸したらそのままもしかしたらあげちゃうかも。必須ではないんだけど、なんか私も結構必要持ってたらよかったなっていう場面が多かったんで、まあそんな感じで、あとここには袋とかハサミが入ってたりするし、あとこういうなんか布とかはメイク道具を広げるときに汚れちゃうじゃないですか、机が。だからこういうのを引いてメイク道具を乗せる、並べるっていうか、そういう感じです。これね、あのフランス の, あのパリのボンマルシェあるじゃないですか。ボンマルシェで結構こういう可愛いね布、これ多分ねキッチン用品のものだと思うんだけど、が売っていたので、女性の時はこういう柄で、男性の時はちょっとここから引っ張り出して申し訳ないんだけど、おしゃれなモダンな感じっていうかな、和と洋が混ざったような柄があるんですけど、なんかまあ一応2パターンぐらい持ってたり、結局2つ引いたりすることもあります。ほんとね、余計なものばっか入ってるんだけど、これでシミ抜きです。また私は最近あんま入んないけど、ウェディングの時とか白のドレスにピッてもなんかついちゃっても大変なので、こういうの持ってます。これ結構便利ですね。ここを開けると結構こっちの方にぎっしり入ってますね。でこんな感じ、結構では整ってないね。はい、ということで順番に、説明していきたいと思うんですけれども、まあ、スキンケア系はねこういう、無印のものに、これ旧タイプかな、今もあるタイプかなに入れてます。まあ、スキンケアでねマジでメイク現場に持っていくのを忘れたら超焦るもの3つあります。これ欠かせないものの最初の3つになるかな。まずブランエトワールのスキンローションですね。これはですね結構サラサラなタイプの、まあ、乳白色なんですけど、すっごいサラサラなタイプの化粧水で、化粧水と乳液の保湿力みたいなものが全部一体化しているような商品なので、しかも無香料なので、男性にも女性にも使えますし、比較的どの肌タイプの方にも合いやすいです。でも本当にこれをつけるだけで乳液までの工程が終わったと見て大丈夫な商品なので、私ほぼ全員にこの化粧水を使ってるんじゃないかっていうぐらい、これは本当に欠かせません。何本買ったか分かりません。あとはですね、まあ、おなじみちょっとね買ったばっかでシールがついちゃってます。シール剥がしとこう。ビオデルマのサンシビオ H2OD っていうやつなんですけれども、拭き取り化粧水としても使えるし、まあ、主に使うのはメイク落としかな。結構撮影だとメイクチェンジが何回かあったりだとか、撮影が終わった後にねメイクを落として帰られる方が多いので、やっぱりお仕事でメイクしてるから、お仕事以外の時はできるだけでメイクオフしたいっていう方々がすごく多いので、まあ、そういう時に安定のビオデルマです。もう一個私の動画で定番なんだけど、これ使いすぎてもうねペタンコになってきちゃいましたが、アムリオリスのモイスチャークリームです。これは保湿クリームなんですけれども、メイク前に使うとファンデーションとスキンケアの密着度、肌の密着度がぐっと高まって、結構ハードな動きをする撮影の時でもこれでしっかり保湿をした後にピタッとくっつくようなファンデーションをのせると、肌の潤いをキープしたまんまというか、メイクもキープされるので、これは結構欠かせないです。これ忘れたらどうしよう、買いに走っちゃうかもしれないです。まあ、あとメイク落とし系とか汗拭きシートとかね、そういうものもいろいろ入ってます。除菌シートとか、ひげ剃り、髪剃り、爪切り、1個ずつ見せるともうキリがないので。あ、でもねこれモアリップは、まあ、チューブタイプのリップはスティックとか瓶というかに入っているものよりも衛生面がすごく保ちやすい。もうここでピッて取っちゃってもう渡すだけなんで使いやすいし、どんな方にも使いやすい。唇が荒れている方にはもちろん、まあ、普通に保湿したい程度の方とか、リップを塗る前にこれを塗ると乾燥を防げたりするので、まあ、これは結構メイクさんで持ってる人多いかも、モアリップ。これじゃあ4つ目に入れましょう。
現場でパックはね、本当に余裕のある現場しかしないんだけど、パックはね、結構この2つがね、最近推しですね。薬局でも買えるんですけど、このジュレマスクの方は、まあ結構プルプルが残るから、メイク前、急いでる時はあんまりかな。もう本当に1日撮影終わってモデルさんが肌疲れちゃったっていう時とか、メイク落としの後にこれをつけたり、まあよかったらおすすめですって言って、持って帰っていただいたりとか、まあメイク前だったらせめてこういうミノンとか、割とこうベタベタ感が残らないようなもので余裕のある時は使ったりするかな。これどうしよう、これ入れたらもう6個になっちゃうんだけどな。まあじゃあこれおまけで紹介したってことで、こんないっぱいあるのにおすすめのもの選べるかな。あとリップなんですけど、こんな感じで入れてます。こっちがオレンジ系で、こっちが、ピンク系ですね。赤とかブラウンとか濃い紫とか、ちょっと個性的なのはこういうのに入れてます。こういうクリアなものにザクッと入れているケースがあるんですけど、これはその日撮影で絶対使うなって思ってピックアップしてたものはこういうのにまとめちゃいます。まずはこれを現場に着いたら並べて、その後にこういうケースを開けておくっていうのが、私的に結構スムーズに現場を乗り切るコツかなっていう風に思うので、こういう風にしてます。これを持ってくのを忘れたら非常に焦ります。ベン内のタトゥーカバーアソートです。これ私の動画でも結構出てきてると思うんですけど、もちろん現場用にも持っていて、かなりカバー力が高くてですね、本当にタトゥーも消えるコンシーラーとして売られているので、あざだったりとか、まあちょっとしたタトゥーがある方、結構濃いシミとか男性のシミとかもこれで隠れたりするので、これは一応ね、三つ吉で買ってるんですけど、ネットでもあるかもしれないです。 SK11かな。で、スポンジとかはこんな感じでジップロックに入れてます。これはね、ネイルケースです。ネイルも全色持ち歩くとすっごい重いので、まあその時使う撮影とか合わせて色を選んでこの中に入れてます。必ず入ってるのは Dapp のね、ネイルファンデーションのヌードベージュかな。トップコートとかベースコートとかいらなくって、でハゲて目立つこともないし、まあ正統派な方の撮影とかでも使えると思うし、あとはビューティーのメイクの撮影とかで、ちょっと手がこういう風に顔に当たる時とかに爪がなんかこうそのままだと寂しいなっていう時とか、結構いろんなシーンで使えるから、これは結構持ってるかも。じゃあこれ1個入れときましょう。まあこんな感じでね、結構ネイルは持ち歩いてます。でね、日本ってネイリストさんが撮影に入ることってあんまないから、海外よりもよりネイルはメイクさんが塗ったりとか持って行ってることが多いと思います。必須ではないんだけど、なんか暗黙の了解みたいな感じで結構みんな持ってるんじゃないかな。これなんかタグっていうかがついたままなんだけど、これバスキア店で買ったポーチなんだけど、この中には結構新作のコスメで撮影で使えたらいいな、でも使えるかわからないなみたいなものはこういうのに分類して入れてるんですよ。一気にいろいろ混ぜちゃうと、新作で使いたかったもの結局使いそびれちゃってとか、使い忘れちゃって、あれ何だったっけなとか、どうだったかなっていうのがあんまりわからない時があるので、できるだけこう紛れないようにこういうとこに入れたりとかしてますね。はい。で、まあ、ここら辺はベースメイク系ですかね。まあ、これで全部じゃないんですけれども、ざっくりなんかこう、普段使うようなものを入れてます。まあ、NARS とローラメルシエが多いかな。私はね、特にこのローラメルシエのこのフローレスルミエールラディアントパーフェクティングファンデーションがすごく好きで、下地をツヤっぽいのを使うとツヤっぽく仕上がったりして、カバー力も重ねるとしっかりあるんですけど、素肌感みたいなものを演出してくれるので、これは結構現場で女性にはすごくよく使えますね。ちょっとじゃあこれを10個のうちのコスメに入れておきましょう。現場でよくメイクさんに聞いて、ベース何系使ってますか、何どこ好きですかみたいな話になると、ローラ、ナーズ、メイクアップフォーエバー、高原動のリキッドとか、ナチュラル系担当する場合が多い人は結構 RM 系とかも多いかな。私はシュウエムラとかも好きだけどね、まあ、そんな感じかなと思います。まあ、あとここにはハイライト系が入ってますね。で、ここら辺は鉛筆立てみたいなのに立てて入れる必要性があるものたちを入れてます。こういう100均のこういうケースをこう敷き詰めて保存してます。これ結構皆さんもコスメが多い方には使えるかもしれないですね。アイブロウで欠かせないものだったら
シュウエムラのハードフォーミュラっていう、このね先がですね鉛筆のように細く削られてて、毛を一本一本こうシュッ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 って育毛できるようなアイテムがあるんですけど、これは結構欠かせないかも。男性の眉毛を自然に描き足すときは絶対必須だし、あと女性の眉の時とかも結構描いてる感が出ない方がいいっていう方がやっぱ今ほとんどなので、こういうものは本当に欠かせないですね。で、特にですねこの、ストーングレーっていうグレーなんだけど若干カーキてかアッシュっぽいカラーが使いやすいです。黒髪の方とかダークブラウンの方とかにすっごく使いやすいので、これは欠かせないかも。これは入れましょう。でですね、このじゃん大きいこれで、これはまあよく使うアイシャドウ系とチークと、あとここにちょっとお粉が入ってますね。パウダーはこのメイクアップフォーエバーのウルトラ HD パウダーっていうね、フェイスパウダーがあるんですけど、これを忘れたら非常に焦ります。撮影って基本崩れやすいんですよ。めちゃめちゃ強い光、照明、熱い照明浴びながら長丁場やっていくので、で緊張感もあるし崩れやすいんですけど、そういう時メイクアップフォーエバーは本当にガサッと乾燥しないのにしっかりメイクをキープしてくれるので、メイクアップフォーエバーのパウダーは欠かせないかな。あとはやっぱりブラシかな。他にもブラシケースあるんですけど、結構メインで持ち歩いているブラシケースはこれになります。ブラシは正直全部欠かせないかな。全部欠かせないものしか入れてないです。基本的に博報堂、アルティザンアーティスト、マックローラメルシエ、あとは三吉とかが多いね。筆たちは本当にいくらいいコスメがあってもいい筆がないと今一つこう本領発揮できないところがあるんで、筆は本当に欠かせないです。なんでまあこの筆類たちは私の中で欠かせないね。だからまあこのセットをキュートしましょう。そしたらあともう一個選べるな。アイシャドウでこれ今意外とよく使うかもって思ったのが、これアディクションのザ・アイシャドウの062番っていうカラーなんだけど、アディクションって結構ラメ系のシャドウが有名というか、イメージがあると思うんだけど、こんな感じでちょっとね赤みのあるレンガみたいなブラウンカラーなんですよ。これが本当に使いやすくて、結構ベーシックなブラウン、赤みとか何も入ってないブラウンだと顔色が沈んじゃう方ってすごく多くて、ちょっとブラウンの中に、ピンク味だったりオレンジ味だったり赤味だったりっていうものが入ってたり、あるいはカーキとかが入っていたりするとおしゃれ感が出たりとか、ベーシックなブラウンメイクでも合うカラーをブラウンをチョイスすれば垢抜けるっていうようなことが多いんですが、ちょっとなんだろう、オレンジ味が入ったブラウンっていうのはすっごくよく使うし似合う人がやっぱ多いんですよね。これマットなので、この上にラメをのせたりマットなまま使ってもちょっとかっこよくモードな感じになるし、これは結構欠かせないかも。確かにちょっと今再確認しました。はい、こんな感じでキャリーケースの中から選んだメイク現場に欠かせないコスメを今回は10個お伝えしました。結構選ぶの大変だったな。10分ぐらいでこの撮影終わるかなって思ったけど40分くらい撮影してる。選ぶの時間かかりすぎて。はい、ということで、毎回恒例になってきました。本日のさゆりクエスチョンはこちら。皆さんがお仕事で欠かせない道具、アイテムがあれば教えてください。これは私の場合はメイクアップアーティストという仕事なので、メイク道具の中の欠かせないものっていうのをご紹介したんですけれども、例えば営業職の方、これが欠かせない。例えば歩きやすいヒールが欠かせないですとか、お仕事によって欠かせないものっていろいろあると思うんです。私はメイクの世界しか知らないから、皆さんがどんなお仕事でどんなものがねお仕事に欠かせないのかっていうようなこと非常に気になりますので、ぜひ皆さんコメント欄に残していってください。ここで新企画の予告です。今後私以外の顔タイプの様々なゲストさんにトレンドメイクやお悩み相談メイクなどを施す美容雑誌のようなワクワク感と動画の分かりやすさを融合させたものを作っていきたいと思っています。第1回目の公開は8月2日の日曜日19時にプレミア公開するので、ぜひ一緒にチャットしながら見ましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。